にちは、ジャズシンガーのウィリアムス弘子です。今日はテクニカルオーディオデバイセズラボラトリーズの大倉さんにお話をお伺いします。大倉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではブランドについて早速お教えいただけますでしょうか。はい、テクニカルオーディオデバイセズラボラトリーズの大倉と申します。 TAD は、1975年に、パイオニアの中でですね、プロフェッショナルオーディオ用の、スピーカーを作ろうということで立ち上げられた、ブランドです。その後ですね、スタジオモニターですとか、パイオニアのエクスクルーシブブランドのスピーカーユニットだったりを製造していたんですけれども、2000年代に入ってですね、TAD というブランドでもスピーカーシステムを作ろうということで、2003年 TAD のモデル1というスピーカーをコンシューマー用として発売してから現在に至るまで、スピーカーに始まり、パワーアンプだったりプリアンプ、CD プレイヤーというエレクトロニクスも含めて、音の入り口から出口まで一貫した製品をですね、製造販売している会社となります。なるほど。じゃあちょうど20年に当たるんですか。ですね、M1 を出してから、そうですね、20年ですね。はい、なるほど、歴史がありますね。はい、主な製品について教えていただけますでしょうか。はい、例えば申しました通りですね、TAD っていうとスピーカーをイメージされる方がやっぱり多いかなというふうに思うんですけども、スピーカーに限らずですね、それを駆動するためのパワーアンプだったり、プリアンプで音の入り口である CD プレイヤー、そちらの方も、開発しておりまして、本当に音の入り口から出口まで、一貫して、製造販売している会社と。なるほど。そちらのブランドの経営理念ですとか、はい、メーカーとしての理念などをお伺いできますでしょうか。はい、もともと、プロフェッショナル用のオーディオを作ろうというところからスタートしてますので、やっぱりですね、そのプロのミュージシャンですとかエンジニアの方々が、お客さんにこう聞いてほしいって思って作った作品ですね、 CD だったり、今で言ったらデータだったりっていうなと思うんですけども、そういった作品をそのアーティストの方々の気持ちをそのまま届けたいっていうところで、なるべくですね、こうそのままの音で、聞き側で着色しないで、そのままの音を出そうということで、製造しております。なるほど。それでは今回の目玉の商品になるものを教えいただけますでしょうか。はい、今年はですね、8月に TAD から2つ製品を発表させていただきました。一つがですね、エボリューションシリーズのプリアンプであります TAD の C1000 というプリアンプになります。もう一つがこちらに今ありますけれども、こちらもエボリューションシリーズのスピーカーなんですけれども、 TAD の GE1 というグランドエボリューション1という名前の頭文字を取っているんですけれども、こちらのスピーカー、その2機種が今回の皆さんに聞いていただきたい製品になります。それでは早速ですが、こちらの商品のご紹介をお願いできますでしょうか。はい、こちらの商品はですね、エボリューションシリーズのプリアンプ TAD の C1000 という商品になります。こちらはですね、ついにというかですね、D1000TX と CD プレイヤーの D1000TX と、パワーアンプの M1000 というモデルが従来あったんですけども、そちらと同じデザインで統一されたプリアンプとして今年の8月に発表させていただきました。特徴としましては、こちらのですね、D1000TX であったり、私どものフラグシップのパワーアンプの M700 だったり D700 でも使ったような同じような技術をですね、踏襲してまいりました。まず一つは、オーディオ回路の部分をシンプル化にしまして、なるべく、抵抗がですね、少なくなるように設計しまして、純度の高い音を生み出すような作りにしています。もう一つは今こちらでも D1000TX の方でも使ったですね、トランスですね、電源トランスから引き出し線を使うのではなくて、その巻き線をそのまま直接出してコネクタに肘線のビスです止めることによって、例えばトランスから引き出し線を使うときに、どうしてもその内部の巻き線と引き出し線の間をハンダ付けしたりとか、止めるところによる抵抗ですとか、ビスじゃなくてコネクタを使ってパコッてはめるような形にしてしまうと、どうしてもそこで純度が濁ってしまいますので、そういったものを使わずにそのままビスで止めることによって、で、力強さと音の純度の高さっていうのを生み出すようなプリアンプにしております。で、あとはデザインを取り付けするためにボリュームの棒をセンターに取り付けたりですね、中の改造
構造も全く左右対称にすることによって電流の流れですね、そういったものを最適化することによって音の歪みですとか音の純度の高い商品になったかなというふうに思います。はい、なるほど。こちらとってもねすごくこう素敵な加工というか色味的にもとっても素敵だなと思うんですが、他にもカラー展開などもあるんでしょうか。はい、こちらですね、今ここに置いてあるのはシルバーモデルなんですけども、同じような、デザインのブラックモデル、黒いモデルも、あります。で、D10TX の時も、黒もありますし、パワーアンプの方も黒あるんですけども、D10TX もそうなんですけども、ちょっと黒のモデルの方は、受注生産という形で、受けたまることができますけども、色としてはこのシルバーとブラック、2色、ご用意させていただいております。いや、当日は音が聞けるということで、はい、ブースの方ですごく私も楽しみにしています。ぜひ寄らせてください。はい、ぜひ、はい、ぜひ聞いていただければと思います。こちらの黒もあるという、はい、黒もあるんですよね。スタティックディスプレイで、ご用意する予定でしておりますので拝見したいです。そちらの方も、ご覧になれますので楽しみです。はい、では続いてこちらのスピーカーについてのお話を詳しくお教えいただけますでしょうか。はい、こちらのですね TAD のグランドエボリューションは GE1 というモデルなんですけども、昨年、発売しまして、昨年のインターナショナルオーディオショーでも、皆さんに聞いていただいた TAD の CE1 というコンパクトエボリューション1というスピーカーの、兄弟機種になります。昨年の CE1 がブックシェルフ型だったのに対して今回の、GE1 は、トールボーイ型ということで、グランドエボリューション1という、名前にさせていただきました。使っているユニットはですね、C1 同様、14センチのマグネシウム振動板のミッドレンジに、3.5 センチの、ベリリウム振動板の、ツイーターをくっつけた、同軸型の、ものと、18センチの、ウーハー、これが2発っていう形の、3ベイの、スピーカーの構成となっております。で、木目のデザインに関してはですね、その昨年発売させていただいた C1TX と同様の、トロピカルオリーブっていう、私たち呼んでるんですけども、鏡面のですね、綺麗な木目の塗装っていう形にしております。で、今回新しく使った技術としまして、こちらのですね、同軸スピーカー、私たち同軸、この同軸スピーカーのことを CST ドライバーって言ってるんですけども、こちらの CST ドライバーをこのバッフル面にマウントする、取り付ける方法にちょっと工夫をしております。で、通常につけてしまいますと、これですね、バッフル面が若干斜めになっているので、そのままつけちゃうとちょっとツイッターとかの向きが全部上向きになっちゃうので、縦方向にするために、なるほど、こじです、一つ細工をしてます。で、ただ、取り付けるための角度を変えるだけではなくてですね、アイソマウントテクノロジーっていう、私たちのですね、フラグシップの R1TX っていうものにも同じものを、同じような技術を搭載しているんですけども、そちらと同様に、ここバッフル面からですね、簡単に言うとちょっと浮かせたような形の、取り付け方をすることによって、どうしてもですね、スピーカーが音が出るとこうウーハーが動きますので、筐体がちょっと揺すられるので、それからですね、ちょっとアイソレーションしてあげて、クリアな歪みのない中高域を出してあげるというような、機構を取り付けております。あとはですね、その CE1 と、ユニット自体は一緒なんですけど、あと違うところとしましては、そのバスレフポートの仕組みになります。CE1 の場合は横にバスレフポートをつけているバイディレクショナル ADS ポートという、ちょっと変わった特徴のあるものをつけてたんですけども、今回はそれはつけずにですね、底面ですね、底面にそのバイディレクショナル ADS ポートという横につけてたもの、横につけて前後にフレア状に配圧してたんですが、それを真下に持ってきたような形で、これも前後に開いておりますので、前後に同時に配圧することによって、どうしても前だけに出してしまうと後ろに引っ張られたりとか、後ろだけだと前に引っ張られたりって筐体の不安定さにつながってしまうので、前後に出すことによって、左右反作用の法則ですね、筐体の安定化を図れるというところで、そのようなバスレフポートの使用にしております。なるほど、横から見ると本当によく分かります。そうですね、はい、ことがね、はい、これ実際にぜひ皆さんにも見ていただきたい技術ですね。はい、いや、これ本当に美しいですね。ちょっと見ていいでしょうか。はい、
あのここのまあ曲線っていうんでしょうか。そうですね、これもすごい技術なんだなっていうのも感じますけど、はい、やっぱりそう月板を曲げるっていうのはやっぱりなかなか難しいので、うん、まあこれ形を作るのも結構で、この長い月板どうしても使ってるので、はい、その分やっぱり曲げる技術とかっていうのはやっぱり結構難しいみたいですね。でやっぱりここがねあんまり綺麗になんないとこうどうしても光を受けてここ反射するので、はい、その反射した光がちょっと濁っちゃったりとかもするので、その辺クリアも綺麗に、あ、そういったところもこだわりが、はいはい、いやなんかこうバイオリンとかチェロとかすごくいい楽器のようにも見えますし、こうアンティークのヨーロッパの家具のような、はい、印象もあって、はい、横から見ると今度はピアノのような、そうですね、はい、すごくこれは家具としても他のこう調度品とかと合うような、そうですね、はい、お部屋にぴったりするようなものだなって感じるんですが、はい、そういったところはやっぱり意識されてきたんですか。もともとやっぱりピアノブラックって結構まあスピーカーではまあ好きな方が多いんですけども、うん、そうしてしまうとやっぱりどうしてもリビングに置いた時とかに、ちょっと若干やっぱり、今あんまこういうピアノブラックのものってやっぱリビングにないと思うので、そうするとやっぱ若干浮いちゃう感じもしますので、こういう木目を使ってあげることでその部屋のインテリアとのマッチングも図れるかなというところで、うん、はい、こういう木目を採用してますね。いや、はい、アンティークの家具とかと合わせてみたいなっていう感じがしますね、はい、ぜひぜひ大倉さん、ここまで本当にあの貴重な、分かりやすいお話を伺ってまいりましたが、今後のブランドとしての展開ですとか、はい、見ていただく皆様へのこうメッセージなどあったらお願いいたします。はいはい、まだですね、TAD って、まあ会社ができてからですね、15年ぐらいの会社ですので、まあ幅広いお客さんに商品を提供しようということで商品のラインナップも拡充しているんですけども、まだまだちょっと足らない部分もありますので、その辺を埋めるような商品も今後出していければなというふうに思っています。また来場者の方にはですね、ぜひ今回最初に紹介させていただきましたC線に関しましては、C線と同じ筐体を使った D 線 TX という CD プレイヤー、また M 線というパワーアンプと一緒に組み合わせて聴いていただこうと思ってますし、こちらの GE1 に関してはですね、ちょっと贅沢なんですけども TAD のフラグシップのパワーアンプだったり CD プレイヤープリアンプを使ってちょっと贅沢に聴いていただこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。またですね、ちょっと今回紹介させていただいてないんですけども、昨年出しました CE1TX、 こちらのまあ昨年出したものはこの木目の柄だったんですけども、ピアノブラックのモデルもですね、ちょっとスタティックディスプレイって形にはなってしまうんですけども、会場にはご用意させていただこうかなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければなというふうに思っております。見どころがたくさんですね、すごく楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございます。